私が大好きなことを大好きでいると誰かを傷つけてしまう。そんなのはやっぱり嫌だから。だからいいんだ。楽しいことは他にもあるし、なりたい自分とは違っても、憧れは憧れのままでも、うん、きっと大丈夫。エクストリームハーツ。